お疲れずお、はい、サンキュー、おいしょ、はい、久しぶりだな。あ、今何してんの。と社畜だよ。あー、ごめん、やべやべ、俺も社畜だよ、ずっと。あ、そういえばどうやったんだろう。ん、あー、あ、先週休み取ってさ、休み休み行ったんだけど、全然社畜じゃねえじゃん。いや、でさ、向こうが寝てる間に俺、こっそり隠れてカジノ見たの。そしたらめちゃくちゃ負けて、うん、しかもそういうことってさすぐバレるんだよ。向こうぶっちぎれて、うん、そっから今帰国してから口聞いてもらったんだよ。それでお見えない。それ関係ない。え、なんでですか。お前あれだな、あれから先の強い女好きだな。あ、いや、そういやさ、この間駅前であれに似てるやついて声かけそうになっちゃったよ。あ、わかるな。結構いるもんな。で、あいつ特徴ねえもんな。いやいや、お前見た目だけだぞ。話すとキャラの濃さって。そう、マジでマジでそれなんだよ。俺さ、初めて会った時めちゃくちゃ緊張してたんだよ、うん、あいつがもうあまりに生意気だったから一瞬で緊張とかほどけてさ、緊張してたんだよ。するだろ、したよ、そんぐらい。いいかい。3年か。ああ、もう3年だね。もうって言えるようになって思ったよ。あ、まあ、まあ、それはそれちょっと悔しいけど。おかえり。どこ行ってた。友達いた。誰？座って。なんで？座れ。俺なんかした？ちょ、マジで全然わかんないんだよ。なんかしたんだったらマジ謝るから言って。俺も言ってくんないとわかんない。何もしてない。じゃあおかしいじゃん、なんか。え？じゃあ誰と会ってたの？関係ないじゃん。なくないでしょ、ふざけんなよ。ん？言えよ。誰と会ってたの？いや、他にいんの？そう、いるの。え？だから別れよ。お前何言ってんの。友達ってのは嘘。好きな人できた。どこが病気だったのか全然分かんなかったな。嘘に巻き込まれた俺の身にもなってほしかったけどな。いや、見事に騙されました。前といる時マジで地獄だったよ。さすがにそのことは謝ってたけど。俺にさ、殴られたよね。覚悟はあったけど、なんか納得いかなかったよな。いや、ほんと勝手だよ、あいつ。まあ、あいつなりに気を使って考えちゃったけど、まあ、普通やんねえ。ダセえよな、これ。
やなんか今でも思うよ、一緒にジタバタしたかったなって。いや言っちゃ悪いけど、一緒にジタバタした後だったらさ、お前立ち直りになってたねえ。うんいや実はさ、最近ちょっとずつこうそう思い始めちゃったんだよね。お前のダサさも想定ないってこと。納得いかないっす。まだ妹ながら本当めんどくさいやつだったよな。俺より男らしいっていうね。まああいつの分も幸せになってくれよ。そうだね。じゃあ帰ったらあいつに土下座しとくわ。なんか薄いな。いつもしてんの。してません。初めてです。絶対してる。初めてです。俺の土下座まで。